遠州の騒乱は曹操の軍により鎮圧、黄巾の残党は大男巨著と共に曹操のもとへと下った。屈強なる兵、青州兵の誕生である。一方で残党の中で戦に耐えぬ者には農地を与え民とした。兵力と生産力、その増大は取りも直さず曹操の力となる。各地の諸侯は曹操の急激な台頭に瞠目した。その翌年、ある事件が起きる。徐州牧当賢の手の者らが曹操の父を殺したのである。曹操は悲しみ怒り、蜂起の軍を徐州へと進める。敵は当賢、そしてその触覚として当賢を守る劉備一味。天意が、巨著が、宋人が怒涛となりて旧敵を討つ。宋主公、鉄壁の盾となり天地を守らん。我が軍はこれより徐州牧当賢を攻める。指揮は各家、皆指示に従うのだ。当賢もその将兵も打弱だが、奴とつながる劉備の一味には警戒せよ。あの男には得体の知れぬ何かを感じる。またそれにつき従う関羽らも豪遊だ。ともあれ、乱世に総猛徳ありと天下に示す。皆奮戦し、おの当賢は罠を用意して待ち受けているはず。お手並み拝見といこう。総数殿を殺めると軌道千万、長男殿に加え七郎を討たん。長年磨いてきた知略、味わうがよいぞ。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。
からでは投石が届きそうにないね。あそこの高台まで運ぼうか。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。ここなら届きそうだ。あの装置、投石車で壊してしまおう。により転石装置が破壊されました。なんと、この程度では追い返せんか。敵の仕掛けを壊すことができた。よし、これで皆先に進めよう。敵の力を利用し、その構えを崩す。さすがは各界。
騒がしい攻撃など無駄だし、エホソウシコそれ式で揺らぎはせん。やはり敵が待ち構えていたか。さすがにこの状況は楽しい。城の門が開いたようだね。それじゃあ当軒へ挨拶に行こうか。当軒様のもとへは行かせん。覚悟しろ。この先へ行かせてなるものか。
それなんか爪だよ。助けに来てくれてありがとう。さあ逃げれ。これなんかひとひねりだ。あとは私たちが引き受けましょう。すまない劉備殿。この場に甘えてくれた。見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。敵陣を引き裂く。刀剣様は無事に逃がさない。この私が倒産。どうにもならん。敵将、自分が討ち取らせてもらった。楽しくなってくる。自分こそ真の三国無双なり。わしとしたことがウイルスに見違えたか。
になれず申し訳ない。我が道は力を持って世に断りを示す道、情で動く者になど遅れを取るはずもない。我が将兵よ、よく戦った。さあ勝ち時をあげよう。